こんにちは。バッテリーチャージ、ちゃんゆかです。なんかプッキュアのタイトルみたい。ということで、ラジコンやってるとどんどんスピードに魅了されていきますよね。そしてスピードを求めて ESC やモーターを変えてみたり、いろんな方法で高い速度域を求める。スピードの向こう側に何があるのかと。その中でですね、昨今の競技志向のラジコンでは必須となってきているリチウムイオン系バッテリー、特にリポバッテリーですね。リポは電圧が高くてさらに軽量、リフェは交渉電圧は少し低めではあるものの、こちらも同じようにやはり軽いですね。正直ですね、電圧的に問題のない ESC& モーターであれば、バッテリーをニッケル系からリポに変えるだけで一気に速くなります。試しにですね、このスピードチェッカーでちょっと比較してみましょう。ですね、バッテリーの容量に対して放電能力っていうのも変わってくるので、あくまでも目安程度の比較にはなるんですが、速度にして日水とリポで1キロの差がありましたよね。ここでですね、ちょっとバッテリー本体の重さを見ていきましょう。ポンパパッ 0.4、 まずは日カドですね、 292.8g、 次に日水 312g。ちなみに参考までに 4000mAh の日水だと 403g でした。で、リフェ変換コネクターも合わせて 224.5g、 そして最後にリポ 184.4g。 こうして比べてみると圧倒的にリポが軽いですよね。とまあこんな感じでですね、さっきの速度差プラス重さの違いも変わってくるので、リポバッテリーがいかに優れたバッテリーかっていうのを見ていただけたんじゃないかなと思います。なのでですね、やっぱり速度に直結するのはモーターや ESC もそうなんですが、バッテリーも重要なんですよね。でもですね、リポは危ないと聞いてなかなか手を出せないという方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。ということで、今回はですね、リポバッテリーについてのお話をしていこうと思います。リポバッテリーについては確かに危険ですっていう話はよく聞きますし、実際に間違った使い方をしてしまうと本当に危険です。なのでですね、リポは危険という意識をしっかり持って取り扱うというのはすごく大切な部分なんですが、でもその一方で何をすると危険なのかっていう部分をしっかり把握して安全に取り扱えば、電圧も高くて寿命も長く便利で魅力的なバッテリーなんですよね。ということで、まずはですね、リポバッテリーの魅力についてお話していこうと思います。メリットその1、大容量&高電圧、さらに軽量。日水バッテリーと比べて同じ重さで約2倍の容量にできて、体積的にも同じ体積の中に約 1.5 倍の電力を詰め込むことができるんですね。さらにですね、1セルあたりの交渉電圧はリポで 3.7V、 リフェで 3.3V と、ニッケル系の1セル 1.2V と比較して3倍ほどの電圧を出せるので、より小さく軽くしつつハイパワーを得ることができます。ただですね、ラジコンで使用するリチウムイオン系バッテリーって大体2セルから3セルが多いので、リフェの場合だと2セルで 6.6V と、ニッケル系より電圧が低くなってしまうので、パワー感的にはニッケルを下回ってしまいますね。でも軽いです。メリットその2、放電能力も高い。ニッケル系と比較して一気に放電できる電流量が多いんですね。そしてですね、リポバッテリーはほとんどの製品に C レートというものが表記されています。 65C、130C という感じで C がついた数字が表記されてますね。これが C レート、放電レートと呼ばれるもので、常時流せる電流量が 65× 容量、そして1秒未満の瞬間的に流せる電流量が 130× 容量という感じで、仮にですね、 1000mAh のバッテリーを使った場合は常時 65A、 そして瞬間的に 130A 流すことができますよっていう表記になってます。この数字が大きいほど高精度というイメージですね。メリットその3、メモリー効果がない。これもすごく大きなポイントですよね。で、メモリー効果については以前のバッテリーの動画でお話しさせていただいてますので、そちらもご参照いただければなと思うんですが、メモリー効果がないということは追い充電ができるということですね。厳密にはメモリー効果はないにしても、充電サイクル的な寿命はあるので、何回も充放電を繰り返すと徐々に性能は劣化していくわけですが、メモリー効果のような極端な性能劣化は起きないので、充電する前に放電してあげる必要はありません。メリットその4、自己放電が非常に少ない。
これもありがたいですよね。一概には言えませんが、ニッケル系のバッテリーって概ね1ヶ月で 25% ほどの蓄放電があるみたいなんですが、リチウム系は 5% ほどとされてます。リポやニッスイってどちらも過放電には弱いんですが、ニッスイって特に蓄放電量が多い上に過放電にも弱いので、しばらく使わずにいて、ある日使おうと思ったら充電できなくなってたっていうこともあります。なのでですね、長く使おうと思うと、使うのが月に1回とかの場合はしっかり放電してから満充電にして保管。それでいて少なからずメモリー効果も起きるので、また使う時に1回放電して充電という感じで、コンディションの管理が結構大変なんですよね。で、リチウムイオン系バッテリーにはそういった煩わしさがなく、コンディションの管理が楽なんですね。つまりですね、総合的にコンディションの管理も楽で高性能、これがリポバッテリーなんですね。そのポテンシャルの高さからですね、最近のドリフト系シャーシやハイエンド系シャーシだと、リポバッテリーを搭載することを前提とした作りをしてて、ラジコンを始めるにあたってドリフトがしたいっていう方だと、比較的ラジコンを始めて間もないうちにリポバッテリーを使うようになるんじゃないかなと思います。ということでですね、いろいろと高性能で便利なリチウムイオン系バッテリーですが、ここからはですね、なんで危険なの、どうすると危険なのっていう点をですね、お話していこうと思います。とはいえ実際ですね、昨今ではパソコンやスマホなど身近な場所でも使われてて、とてもポピュラーな存在なんですよね。ただですね、そういった家電用のリチウムイオンバッテリーでは BMS というバッテリーマネジメントシステムを介して各セルに繋がってたり、製品側にバッテリーを管理する機能がついてたりするので安全に使えるんですね。しかしですね、ラジコン用のリチウムイオン系バッテリーではそういったシステムがないんです。なのでですね、使用中は ESC が、充電中は充電器がそのあたりをフォローしてくれてるわけですね。ではですね、バッテリーがどんな状態になるとどんな危険があるのかという点ですが、まずその1、過充電に注意。過充電になると電解液が酸化し結晶構造破壊、発熱し始めて負極側でもリチウムが析出というと難しいので、簡単に言うと化学反応で異常発熱して構造が破壊されて内部でショートしてしまうということなんですね。そして揮発した電解液によってバッテリーがぐんぐん膨らんでそこに着火。そこにはですね、大量の酸素も含まれているので勢いよく火が上がってしまうということになります。過充電によって1セルあたりの電圧が 5V を超えると危険な状態で、 5.5V に至るまでには確実に発火してしまいます。そしてその2、衝撃に注意。これもですね、発火する原因としては過充電時と同じなんですが、あまりにも強い衝撃を受けて内部でショートしてしまうと異常発熱して電解液が揮発、そして発火という危険性があります。そしてですね、一度発火してしまうと燃焼によって温度が高い状態が続くため、そこからは負の連鎖で揮発した電解液がなくなるまで消しても消しても発火を繰り返すという現象に陥ってしまいます。つまりですね、注意する点としては熱とショートなんですね。異常に温度が高い状態での使用も発火の原因になりますし、衝撃などの外的要因を受けて内部でショートしてしまうとそこからも発火の原因につながるというのが、このリポバッテリーの危険な部分ですね。そこで登場したのがリフェバッテリーで、リフェバッテリーは正極に使用する素材を変えることで発火する危険性をほとんどなくしたものなんですね。構造的にはほとんど同じなんですが、構造電圧が少し低く、2セルの場合 6.6V なのでニッケル系の方が高電圧ではあります。しかしながらですね、電圧こそ低いもののリポと同じ感じでコンディションの管理などのメリットはありますね。で、リポの危険性に関しても、衝撃での発火はよほど強い衝撃だったり何かが刺さるなどしなければ、ラジコンの通常使用時で発火するケースってほとんどなくて、やっぱり一番危険なのは充電中です。なのでですね、安全な充電と保管方法っていうのが分かってしまえばですね、ある程度の危険は回避できちゃうということですね。逆にですね、これは守らないとこのリチウムイオン系だけではなくニッケル系でも危険な状態になってしまうので、バッテリーは安全を確保できる範囲内で充電して使用しましょうということでですね、ここからは安全に充電保管するための注意点です。充電となると室内でされる方が多いとは思うんですが、できれば屋外でさらにですね、引火する可能性があるものからは十分な距離をとって充電するのが一番です。で、使用する充電器にもご注意ください。この前ですね、ショップの店員さんから聞いたお話なんですけど、リス用の充電器でリポを充電してしまってパンパンに膨らんでしまったって方がいらっしゃったそうなんですよね。ラジコン用の充電器だったらどれも一緒やろって思って使ってしまったみたいなんですけど、これは本当に危ないです。
前のバッテリーの動画でもお話ししたように、ニッケル系の充電器ってデルタピークと呼ばれる満充電付近で電圧が一瞬低下するという特性を感知して充電を終了するというシステムになってます。がリチウムイオン系バッテリーにはそもそもデルタピークがないので、ニッケル系用の充電器で充電してしまうとどんどん電気を流し続けてしまいます。さらにですね、リチウムイオン系バッテリーは与えられた電圧を素直にぐんぐん吸収してしまうんですね。そして最後はキャパオーバーして発火ということになってしまうわけですね。そこでですね、リポ用の充電器やマルチチャージャーのリポ充電モードはバッテリーに合わせて繊細に電圧をコントロールしながら充電してくれるようになってて、電圧を検知して充電を止めてくれるようになってます。なのでですね、専用の充電モードや充電器で充電しないと事故につながってしまうんですよね。しかしですね、リポの充電にも早く充電するモードとかいろいろあるんですけど、リポ用の充電モードだからといってバランスなしモードやファストモードを選んで充電した場合には危険が潜んでいます。なので基本的にはですね、バランス充電というモードが最も安全です。その理由としては、リポバッテリーって劣化や一時的に規定以上の電流が流れてしまうことで仮死状態になってしまうことがあります。この仮死状態というのは簡単に言うと、壊れてしまってる状態でありながらも 0V にはならず 2V から 2.5V 程度まで充電できてしまうという状態なんですけど、2セルのうちの一方がこの仮死状態になってしまってる状態でバランス充電以外のモードで充電してしまうと、これまた大変なことになってしまいます。これはなぜかと言いますと、バランス充電って複数セルのリチウムイオン系バッテリーを充電するときに使うモードなんですが、バランス監視用のカプラも接続して各セルごとの電圧を監視しつつ電圧を揃えるように充電してくれるという非常に賢いモードなんですね。ですがその他のモードの場合はバッテリーコネクターからの電圧しか監視してません。つまりですね、2セルの合計の電圧しか見てないんですね。で、リポバッテリーの場合は1セルあたり 4.2V で充電するようになってて、2セルの場合は 8.4V で充電をします。その時にですね、2セルのうちの片方が仮死状態になってるとどうなるか。仮死状態に陥ってるセルは約 2.5V 程度までしか充電器からの電圧を受け取ることができません。その結果ですね、残りの 5.9V が正常なセルの方に流れてしまうんですね。そうすると十分発火に至る電圧まで上がってしまいますよね。そこでですね、バランスモードで充電してあげることによって1セルあたりの電圧を監視しているので、1セルが 4.2V に達したところで充電を止めてくれます。なので仮に片方が仮死状態になってても危険な電圧が流れるということがないんですね。バランスモードで充電すると時間が少し長めにかかってしまうのが気になるかもしれませんが、安全のためには重要ですね。こんな感じでですね、バッテリーに BMS が搭載されていない以上、これさえ守れば絶対大丈夫っていうことは言い切れないんですが、発火に至る可能性はかなり低くできるかなと思います。そしてですね、リチウムイオン系バッテリーは過放電にも弱く、放電しきってしまってもガスを発生させて膨らんでしまいます。放電しきってしまったバッテリーは勢いよく発火するとまではいかなくても可燃性のガスを吹き出すことがあるので、このあたりにもご注意ください。そしてですね、保管に関しても要注意なんですが、気温が高くなって暑くなるとバッテリー内部の電圧も上がってしまうんですね。なので満充電での保管は避けましょう。満充電のまま保管して気温が上がって電圧も上がると気づかない間に過充電の状態に陥ってしまう可能性があります。逆にですね、使い切った状態で保管すると過放電になってしまう可能性も考えられますね。なのでリチウムイオン系バッテリーの保管は適度な電圧で保管することが推奨されてます。で、その適度な電圧というのがリポの場合1セルあたり 3.8V 程度、そしてリフェの場合1セルあたり 3.3V 程度なんですが、計測しながら充放電してちょうどいい数字にするっていうのはなかなか難しいですよね。そこでですね、マルチチャージャーにはストレージモードというものが備わってます。これはですね、リチウムイオン系バッテリーを保管する際に適した電圧に自動で調整しながら充放電をしてくれるという機能です。なのでですね、使い終わった後はこれだけあって保管すれば OK ですね。マルチチャージャーをお持ちでない方はリチウムイオン系バッテリー専用
の股間に適した電圧まで放電だけしてくれる放電機というものもありますので、こういったものを利用して適切な電圧まで放電して保管することでさらに安心ですよね。そしてですね、基本的にバッテリーを使用してない充電中や保管中はこういったリポバッグと呼ばれるセーフティーバッグに入れて保管するということも大切です。万が一発火してしまった場合でも被害をある程度抑えてくれるもので、サーキットによっては必ずこのリポバッグに入れて充電してくださいっていうところもあるので、リポバッテリーを初めて購入するときはこのリポバッグも一緒に必ず購入していただいた方がいいかなと思います。ただですね、あまりにも過充電の状態で発火してしまうと完全に炎を抑えてくれるというわけではないので、リポバッグに入れてるから絶対安心というわけではありません。なのでですね、充電の設定をする段階から十分に注意して充電保管を行ってください。はい、ということでですね、ちょっと長くなってしまいましたが、取り扱う人が十分に理解して使うことで安全な使用が可能になるものだと思います。ただ普通に売ってるんだからちょっとぐらい大丈夫だろうって思って間違った使い方をしてしまうと結構やばいレベルの危険に襲われてしまいますので、危険なものを取り扱ってるという意識は本当に大切だと思いますが、実際にですね、ハイパワーなバッテリーってすごく魅力的でラジコンをより楽しいものにしてくれますので、リポバッテリーも使ってみたいっていう方や、リポバッテリーが主流のカテゴリーのラジコンも始めてみたいっていう方はですね、十分に取り扱いに注意していただいて安全にラジコンを楽しんでいただければなと思います。終わりー。ということで今回もここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ちゃんかでした。